歩初心者に、うんうん、なんか勧められるアンプだと今これがもう圧倒的一番なかなと思ったので、うん、まあ、俺が知らないやつもあるかもしれないけど、うん、ね、もうなんか全部入ってるし安いし音もいいし、うん、ちっちゃいし可愛いので、うん、今一番おすすめです、うん、あっとね、そこでワット数が切り替えられる。そうで、うん、結構十分でしょうと。いや十分十分、音量、うん、あ、すごいすごい。そうそう、普通に音いいじゃん。音いいよね、うん、これ定価で買っても1万ね、2、3000円で、うん、あれでしょ、このちょっと箱っぽい感じするんだよねするね。今ハムで弾いてるけど、まあほぼワントーンなんだけどね。うん、こんな感じです。いい。これが、うん、まあ大雑把に言うと、だんだんこっちに行くと歪みのチャンネルになってくるね。うん、あ、なるほど。うん、でこれ原因だからちょっとボリューム下げて、うん、まあ、一番じゃあ歪むところでやると。うん、ちょっとやりすぎだね、うん、まあでも普通に、まあ、練習用としてはね、申し訳ない。エフェクター買わなくていいじゃんもうそうそう、ほんとそうなんだよねこういうアンプはさ、結構さ、うん、ボスの刀とかもそうだけどあるんだけど、うんうん、なんか安くてここまで全部入ってるのはちょっと俺はあんまり、ヘッドホンもあるし、うんうんうん、エフェクターそこそこついてるし、うん、メトロノームとメトロノームついてる、あのドラムセットもついてるの、後でやるね、うん、し、なんかそのこのさ歪みの幅とか、なんか割ともうとりあえずなんか届くよね、かゆいところ全部届く、ね、一応ディレイとかもついてるからちょっと試しにやってみるけど、どうだ、アナログディレイでいいか、あ、なるほどなるほど、そう全部できるよね、うん、いいじゃんいいじゃん、はい、一応ちょっとこの辺もやっておこうか、この辺はだからちょっとクランチ気味なんか箱っぽい感じするんだよね、妙に、いい音いい音、そうなんだ、なんかなんだろうな、意外とちょっとねリバーブ若干弱い気はするけど、ここにタップって言ってるね、タップはだからディレイを設定できる、うん、あれ消えちゃったね、あ、これね、あー、なるほどね、うん、ここは選択できる、素晴らしい、うん、これはテープエコーだね、うん、あ、欲しいちゃんとサチュレーションもかかってる、なんか、あーテープなるほどさすが、耳がね、こうやって歪ませ、なんだこれ、あー AC 系ね、ね、なんかさ、使える使える、昔とさ、うん、大違いじゃん、なんか昔はこれの中のどれか1個しかなくて、うんうんうん、で、まあ、あってリバーブみたいな感じだったもんね、そうだね、だからなんかいい時代だよね、ヘッドホンもあるしさ、いいね、ヘッドホンもあるし、ちっちゃいし、俺このデザインが結構好きだから、うん、これなマイクも入るの、そうなんだよねここにそうそう、結構ね弱点ないんだよねやばいねこれ、うん、これ練習で1個持ってれば、うん、そうなんですよ、何でもこれ多分ラインがこれだから、うん、要は
キーボードとか、うん、なんかそういうのつなぎたい人とか、アコギつなぎたい人とか、あ、なるほど、こっちなんじゃないかな。アコギも入るんだ、じゃあ、うんうん、ってことなんじゃないかな。まあ言ってもその要は練習用としては、うんうん、とかあんまないけど、まあちょっと大きめの音でピアノと一緒に弾きたいとか、うん、生ピアノと弾きたいとかだったらいいかもね。ライン入っちゃうんだこれ。そうそう、これアコギもじゃ使えちゃうんだ。そう、まあでもアコギをさ家でつないで練習したい人ってのはそんな多くないかもしれないけど、まあまあそうだね、うん、ヘッドホンしても結局うるさいからね、うん、アコギの場合。ただそう、一応ラインなんだろうな、説明書をちゃんと読んでないけど、うん、ラインもつなげるしマイクインもある。ラインこれでつなげるんだったら別にマイクイン いらない気もするけど、まあこっちの方がよりナチュラルなんだろうね。そうだね、うん、でこれでもほんとちょっとちっちゃなお店とかの営業にピュッと持ってって、うん、どうなのかな、その歪まなければねいいけど、これはあれか、営業にはちょっと持っていけないじゃないですか。持っていけないじゃない、ほんと。なんかさすがに割れる気がする。まあとにかく家のね練習としては全く、うん、全く問題ないと思う。結構だって出てるよ音量、うん、今工事もうるさいけどね。ちょっとこっちまでやっておきましょうか。でこれは、まあ、コンパはちょっと初心者の人とかあんま使わないかな、うん、やっぱ初心者には超いいのよねって感じだし、うん、これコーラス、ね、コーラスなんか、あ、これコーラスとディレイとか組み合わせる。とりあえずそのエフェクトをさ、うん、体験は一通りできるでしょこれで。そうだね、そうなんですよ。なんかさ初めてのさエフェクターをさ買うときってさ、うん、なんかさこういうのを全く知らなかったりするよりはさ一旦ね、うん、ね、あのこれでしといてでライブでも使いたいみたいな。そうだね、そうだね、そうそうそう、人、うん、多いと思うのでそれ十分でね。なるほど、は多分、あ、これであんのかな、それもなんか早くないこれ。それかな、変わんないか。早すぎて。これならいいかもね、うん、いいね。これでもエフェクターが一通り体験できてっていうのもいいよね、うん、僕らさ昔ギター始めた頃さ、うん、とりあえずメタルゾーン買えみたいなさ、まあアンプ1万2万で、うん、なんでリバーブないのみたいな。でもまあリバーブだよね、あってリバーブと歪みだったけど、これは、うん、これ何かむしろ何か欲しいものあるか、アンプシミュレーターとか、うん、それはないけど、うん、あとは全部大体最低限揃ってるからいいよね。そうね。でやっぱほらあの生徒さんとかだとさメトロノームとかさ、うん、欲しかったりするじゃん。メトロノームとかドラムマシンはあったらいいね。で、まあ、スマホとか大体みんな使ってくれるけど、うん、これはね便利よ。これ例えばじゃあ、うん、スマホからここに挿してなんとかとか、あ、それは au オグジュアリーンがあるからもちろんできちゃうんだよね、うん、素晴らしいね。これでさ、おお、もういいよね。ちょっと、うん、これ意外とさ、ベッドルームでさ、やっぱつけるのめんどくさいがあるから、わかるわかる。そう、生徒さんも、うん、生徒さんも結構やっぱりつけるのめんどくさいと思ってると思うんだよね。スマホ出してロック解除してアプリ立ち上げるのってまあまあめんどくさくなっちゃうから、うん、意外といいと思う。このメトロがすぐできるのはいいね。ここでいやいや、うん、僕は使いたいな自分が。自分でもそうだよね、うん、別に。あ、ドラムも出るやっぱ。そうそうそう。そう、なんかこれさ至れり尽くせりだよね。すごい。
16ビート、うん、あこれ何があったの、あんまだこれ1じゃないので、うん、ロックビートいやまだねこれフィルは入るんだね、フィル入った、ちゃんとフィルは入るんだ、あ、ジャズあった、あ、ジャズがある、やってみるかあるかもね、あの変拍子系は、まあやっぱ一番使うのはメトロノームだろうな、うん、メトロノームの音とかも、あ変わった、あごめんなさい、ここでねなんかね、うん、あるじゃん、うん、これ多分だから緑の時はただのメトロなんだけど、うん、これは2泊に1回3泊に1回4泊1回くらい、そういうことだね、うん、結構ほんと至り尽くれない、あ、じゃあ4、5、6になってる、うん、なるほどなるほど、そう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 、すごいな、うん、覚えちゃった、うん、そんな感じかな、あとなんかある質問、なんだろうこれ、でもあの、うん、あ、これね、ストラップはここにつけ、つくようになってる、ね、そうそうそう、で、こう持つ、だからストラップはね、うん、あの新品で買うとついてくるはず、あ、そうなんだ、ね、うんうん、そう、あの刀とかもすごいいいんだけど、うん、ちょっと場所取るんだよね、うん、これに比べたらね、これちっちゃいもんね、ちっちゃいちっちゃいし、なんか、ちっちゃい割にさ、なんか大きいアンプみたいな雰囲気がちょっとあるんだよね、音に音で鳴らした時、うん、ああそう、うん、俺逆にそのちっちゃいアンプの良さのあのちょっとタコっぽい感じの音を感じるけどね、あー、うん、重点音はないけど、なんかポコッとした音、あ、はいはい、なってる感じがする、クイーンのギターの人、ブライアン・メイ、ブライアン・メイ、あ、ブライアン・メイみたいな音出そうだね、あ、確かに、ちょっと工夫したら、どうだろう、 UK、うん、UK 80s じゃあ 70s、うん、なんでこんなちっちゃいんだ、あ、そうね、うん、こんな感じだよね、でもなんか今そのフレーズは出てこないわ、あ、うるさうん、あ、もっと歪ませたくなるな、以上ですかね、うん、トリムで、これはこのマイクのやつなんでしょう、はあはあはあ、うん、でヘッドホンも入るし、うん、ほう、これで1万2000、3000ぐらいで新品でね、新品で中古だったらもっと安いし、1万2000円でこれ買えちゃうんで、俺7000円ぐらいで買ったからやばいねこれは、便利でしょ、便利、思ったより便利じゃない、いやいやいや、ね、うん、そうそうそう、僕がこれ練習に使いたいもん自分で、はい、いいの持ってるけど、でも、うんうん、なんか初めての1台にはほんとちょうどいいかな、自宅でさ、でもいいアンプ鳴らせないからさ、やっぱ、ね、音大きいからさ、あ、そうね、これまあまあでもどうぞ、そうだね、うん、でもほんと初めての1台には最高だと思います、いやいや、すごくいいと思うな、うん、はい、じゃあボックスのミニ5リズムでした、色はいくつかあるんでね、あ、そうなんだ、はい、じゃあおしまい。